皆さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しくお伝えする奈良市ニュースです。まずは最初のニュースです。奈良フードキャラバンプロジェクトのさまざまなイベントが市内各地で開催されました。10月2日から4日にウェアハウス工場跡倉庫でフードレジデンシーを開催しました。フードレジデンシーでは国外のクリエイターが奈良に滞在し、人や歴史に触れることで感じた奈良を表現しました。第1弾となったこの日にはスペインからルース・モレノさんが参加し、シルクロードを伝わってきた香辛料をテーマにしたインスタレーションを行いました。参加者は趣のある佇まいをそのままに残す魅力的な空間で五感を通してイベントを楽しみました。10月10日に春日大社境内の飛び火野において風景を食で表現するエディブルランドスケープという手法を用いた食のイベントを行いました。エディブルランドスケープとはその土地のものでその土地を味わうということを意味し、雄大なロケーションのもと今回は捧げるをテーマとした作品を表現しました。当日は秋晴れの中50人を超える人が集まり、参加者は奈良の食と風景が一つの芸術作品となって織りなす空間を存分に楽しみました。奈良市のことをほどよくお届け、奈良なら奈良奈良 TV。 奈良テレビ放送で毎週木曜日夜10時54分から。以上奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。